こんにちは、松潤さん。今回は鉄腕とトモのトモさんですかね、トモさんが歌う I Love You のレビューを拝見しました。そして、紹介いただいた、ね、URL からトモさんの I Love You、 ひいてはですね、他の鉄腕とトモさんの歌 う音楽をね、曲を聴かせてもらったんですよ。 何曲かね。で、ちょっとね、2点気がつきましたね。一つはですね、あのチャンネル登録者数がちょっとね、少ないなと。2万人そこそこしかいないと。あれだけの知名度があって YouTube に打って出て、これでこれかよと思っちゃいましたね。不可解ですよね。まあ、これから増えていくのかもしれませんけども、もしかしたらこの方法でいくのは、この方向でいくのは鉄腕トモさん間違っていたのかもしれませんね。このまま数字が増えないようでしたら、うん、ということをね、ちょっと1点感じました。もう1点はやっぱりね、歌の曲のですね、上手すぎる。これは、うん、本当に鉄腕とトモの両方ともいい声してますよね、うん、で、チャンネル登録は少ないんだけど、2万人ぐらいしかいないんだけども、再生数自体は数十万なんですよね。ですんで、聞いては見たいけども、チャンネル登録するほどではないよね。要するに、ここから見えるのは別に次の曲に期待してないよと。歌う人はたくさんいるからねっていう形で、この鉄腕とトモさんほど歌える人ってのは無数にいるってことが、私の分析からちょっと伺えるかなと思います。もし鉄腕とトモさんの曲だけがカバーであろうともなんだろうと聞きたいよってことであったら、これが逆転してるんですよ。もしくは並んでるんですよ。再生回数とチャンネル登録がイコールぐらいになってるはずなんですよね。まあ、そういうふうにちょっと私はね、思いましたね。まあ、あのチャンネルの評価なんてして恐縮なんですけども、うん、まあでもね、再度申し上げますけども、いい声だなと思うのと、この鉄腕とトモさんほどの知名度があって、チャンネル登録ちょっとね、2万はちょっとね、安いだろうと、うん、思っちゃいましたね、うん、はい。ということでね、この松潤さんの曲も最近ちょっと出てるのかな、出てないのかなって感じですけども、うん、なんかね、思い切って歌う回があってもいいと思いますね。ということで、ここで私のね、提案があります。松潤さん、1曲でいいんで、スタジオで歌ってみませんか。で、スタジオ借りるのも、多分近所のね、音楽スタジオとまで行かなくても、私がアマチュアバンドの時に練習した時、確かね、スタジオ代金が1時間で2000円とか3000円みたいな感じで借りれたはずなんですよ。ドラムがあったり、あの PA があったりするようなね、ちっちゃい、それこそ6畳ぐらいのところ、4人とか5人のバンドがそこの中でひしめき合って練習できるようなスペースのところがね、防音設備の整ったところが、なんとか楽器みたいなところにスタジオってあると思うんですけども、そういうところでどうですかね、ちょっと一発やってみるっていうのは、の音声もいいし、なんか意識も変わるし、面白くないですか、うん、なんかね、歌ってみたみたいな感じで、ステージ、あれですよ、カラオケか、カラオケボックスでやってる人いますけども、カラオケボックスのステージで、あれもいいんじゃないかなと思いますよね。もちろん6畳までやるのもとってもいいと思いますけども、なんかね、うん、なんか疑似コンサートみたいな感じでなりきって、1曲しかやらないんだけども、オープニングからバーンとやってみたいとか、1曲歌ってありがとうみたいな感じでねなんか作ってみるのも面白いかなと思っちゃいました。というのがね、最近私ね、民謡の DVD 作ったんですよ、うん、何人かで出てね、ちゃんとプログラム楽曲整えて、最後のカーテンコールまでやるやつ、なかなか面白くって、いつも慰問に行ってるところにプレゼントしたんですよ。まだ怖くて反響は聞けてないんですけどね、ということでね、いろいろとお話しましたけども、今回もご紹介いただきましてありがとうございました。いろいろと気づきがありました。では失礼します。